化緊急企画。日本女性を酔わす韓流ブームは今手から美の時代へ。力強いボーカル、切れ味鋭いダンス、スポーツ選手のように鍛え上げられた肉体、そして少年のようなキュートな笑顔に今韓国中が熱狂している。現在韓国で正真正銘の国民的トップアイドル、ピ・レイン。2002年にソロデビューを果たしたピはその年の新人賞のタイトルを総なめ、20万枚売れれば大ヒットという K-POP 市場において彼のアルバムは100万枚を超えるミリオンヒット。音楽の分野だけではない、デビューの翌年からはテレビドラマにも出演、最高視聴率 44% という驚異的大ヒットドラマの主役も務めた。今や韓国の視聴率男とも呼ばれる。さらには彼を企業イメージにしたいというオファーも殺到、瞬く間に CM キングの地位も手にしてしまった。そんな韓流のリーサルウェポン、ピ様が今年ついに日本デビュー。デビューイベントには幅広い年齢層の女性ファン2000人が押し寄せた。ピの魅力に心を奪われる女性たち。韓国の国民的トップアーティストが今回誰にか出演を希望して緊急来日。シンガーのピさんです。お願いします。あ、ピさん大きいですね。すごい背高いですね。少しです。少し少しいや、いやすごいね、はい、いやもうよく動くね。しかし大きいからもうダイナミックに見えますね。そうですね、迫力あるわ。あのやっぱりたけしさんの大ファンだということで、あ、그리고그たけし선생님의그チャット位置를봤는데그굉장히인상깊었던그런장면이있어서ザトイチという映画を見て本当にすごく感動したし、たけしさん先生と今おっしゃったんですけれども、すごく尊敬しています。で最後の場面のやっぱり剣術とタップダンスのあの組み合わせがすごく感動的で、ずっと心の中に残っています。へえ、今度はザトイチはあなたの踊りを手に真似てこうやってできる？大丈夫？踊りね、先ほどのすごい踊りはご自分で振り付けなさったんですか？네모든안무는저와저의댄스팀이같이짜고있고요거의제가직접도하고요すべてのダンスは私とそれからダンスチームと相談しながらすべてやっています。先ほど踊られたチームの方々、チームと赤かちちょっとですね。今日はですね、そのピさんのですね、あの踊り、踊りをちょっと教えていただきたいなと。誰に？もちろん。この何言ってんの？先ほどこのじじい3人組何をするの？本当に。軽快な動きしてたじゃないですか。一番若い俺が39だよ。完璧すぎてんだよ。この番組用にちょっとダンスを教えていただきます。あ、우선춤을보여드릴게요。見せて。오오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 오
できるか、これか。もう鼻から鼻から鼻から。どうやって動いてんのか全然分かんなかった。こんなことも全然できない。ねえ。そのビタッと止まる感じの。あれとか絶対できないですよね。石井先生のポジションでね、굉장히カリスマ있고무서울줄알았는데カリスマ。굉장히따뜻하시고굉장히あの武志先生に会うまではものすごくカリスマ的な方で怖い方かと思ったんですけども、会ってみるとすごく温かくて楽しい映画のイメージがね、コメディアンなんですよ。コメディアンなんです。何だその意味は。かわいい。かわいい。